皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ドルフィンウェーブ実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけでね、少女と大人二つのドキドキお泊まり会ということで、続きからやっていこうかな。前回はですね、イルカたちはその学園の仲間たちと、お泊まり会をすることになって、で、対するコーチや、あと大人組で、ヘリーさんがね、街で話しかけてきて、その、流れでね、食事をすることになったんやけど、アンリとウタエも一緒にね、行くことになったっていうことで、居酒屋にね、来たわけなんですよ。で、ちょっといろいろとね、お酒が入っているから、ね、そういう話になっているんですよ。テンションがね、上がってるんですよ。特にアンリ。じゃあ、ストーリーをやっていくか。そりゃそうとね、俺もこの間、同時視聴、キャプテンハーロックのね、同時視聴やってたんですよ。この、ね、収録の時は当時なんだけど、公開される時はもうだいぶ経ってるからね、あんまもう、関係ないんだけど、めっちゃなんかね、酔っ払っちゃってね。やらかしたわ。食事。というよりも飲み会で盛り上がった後、ひとまず解散の流れになっていた。二次会とかはしない感じか。でもなんか二次会めんどくさいんだよな。やっぱ Z 世代ってなると、やっぱ早く帰ってゲームしたいみたいな、そんな感じなんだろう。何もなければこのまま帰って、ゆっくりとできるはずだったのだけど、いやー、アンリは、お酒がまだ残っているから、赤くなってんな。それじゃ、アンちゃんを送っていこうかね。はぁ？明日休みなんだし、まだいいだろう？もう、アスリートがそんな前後、不覚になるまでお酒を飲むなんて思わなかったわ。もう、あんちゃん言われちょるよ。ヘリさんも、ドルフィンストーリーの時に結構酔っとったけどな、最後の方に。でもさ、たまの休みくらいいいよな。アンリだけで二次会する？そこら辺で、あんまりやりすぎると俺と同じ目に遭うで。これは多分、序盤で出てきとったあの人なんだろうな。そうですよ。たまの休みくらいね。たくさん飲んだっていいですよね。出ましたね。巨乳事務員さん。あら？あなたは。いいですね。はい、そうです。恨み製鉄所の山場ゆめでーす。カナのね、夏休みの時と、あれか。ポリスの時以来かな。恨み製鉄のキャラってあんまり出てこんねえ思えば。夢さん、また花金やからって焦げなのさん、お酒飲み方しちょって。のさんって焦げなのさんって、たくさんってことなのかな。ちょっと何言ってるか全然わかりません。相当ベロベロやな。おっしゃ！
そうだぞ、トシエ、方言を直せ。なんだかややこしいことになってきたわね。あ、猫好きさんじゃないですか。私ももう少し飲む予定なんですよ。ゆめさんいいのかそんな。ねえ、ゆめさんもあれだよな、あのドルフィンストーリーやったり、なんか所属ストーリーやったりで、こう、飲みすぎてちょっとこう、みたいなこと多くなってるんじゃろ。ヘリーさんも、歌屋さんも、アンリさんも、みんなではしゃぎましょうよ、はしご。はしごか、はしごしましょうよって。うん。いいじゃん。お、いいね、トシエ。恨み製鉄とも仲を深めようぜ。もう、しょうがない人たちやっちゃう。ヘリちゃんは明日も仕事やっちゃないと？そうね。ゆめさんもう、ぐるぐるやな。相当回ってるぜ。私はどのような生活をしても次の日の仕事に影響は出さないわ。それに、しっかりあの生活習慣をね、崩さないスタイルなんだね。どんな状況だろうと。せっかくだから、あれにしましょうよ。あれって何ですか？わかるように言え。宅飲みよ。猫好きさんの家でホームパーティーをしましょう。いや、なんでそこで俺の家なんだろうかっていうね。あれだな、あのバレンタインのあのイベントの時といい、なんかこう俺の家はよく集まる場所みたいになってんな。まああれか、一応みんな知ってるっちゃ知ってるところやけか。まったくもうって。猫好きさんの家ですか？いいですね。いいですよね。今から。もう、大人の女性が4人も俺の部屋に来るわけ？ああ、なんかこう、あれだな。こう。私あのねえ、どんなことをしても知らないぞ。私も飲むぞって今から。おっしゃー。そうだよ、行くぞトシエ。うわ、走ってってる。そう言うと3人は居住区の夕方寮まで走り始めてしまった。大丈夫やとね。もし都合が悪かったら、うちの部屋でやれかい、言ってくれてもええとよ。都合が悪いっていうよりかは、なんか、なんて言ったらいいかな、なんかこう俺男なんだけどなーって。まあ慣れてるから、慣れてるっていうかもうねえ、本当に慣れてるからな、もう常日頃からこうなんていうか、そのなんつうの、もうねえ、ミサイルでっかい女の子たちと常日頃からもう
お付き合いしてるからね。あ、こっちの話でな。あ、ドルウェブでの話でな。あの、実際は、実際の私生活じゃそんなことはないからな。ふーん。コーチ、慣れちょるってどういうことやとね？もしかして。どういうことやと？酔っ払ったあんちゃんやゆめさんを部屋に入れちょるとね。どっちかっていうとシオンを入れたいんだけど。おっと、それは、それはちょっとな、ちょっとな。そうやね。コーチは断れんやろうからね。押し切られちょるのが簡単に想像できるちゃが。強く言えないんだよね。でもきちんと断るときは断らんといかんよ。え？酔っ払った人は何をするかわからんちゃかい。だからお茶会しよっかちゃかい。ちょっとあの歌いの方言を使い切れてなかった。本当にごめんなさい。と、わかりました。そのようにあのさせていただきます。まあでも今日はいいや。そうは言われたが、3人は先に走り出してしまったので今日は断ることはできなさそう。まあ、三人が行ったところで鍵を持っているのは俺なんだけどな。おい、猫好き、早く来いよみたいな感じで、アンリあたり言うんだろうな。と思いつつ、夕方寮の自分の部屋まで歩くことにしたのだった。いやー、自分の家に女を連れ込むなんて。もうそれはそんなんだろうな。そういうことしちゃう。そのねえ、もう前提なんだろうな。ま、酔っ払ってるしな。ね、わからんやろ。いやいや、まあそんなことはしませんよ。さてじゃあ、まあストーリー6やっていくわ。ね、俺の家でね、宅飲みっていうことで。5人で宅飲みか。ちゃんと買い物もせんといけんかな。ひとまず酒飲みたちの酒飲みたち用のお酒を買い揃え、寮の自室に入ってもらうことに。実質タダなんですよって。おつまみが足りないということで買い物に行こうとしたところ、ん、ああいるか。もうパジャマなんだ。え、外なんだからとりあえず私服に着替えたら。あ、コーチこんばんは。お買い物ですか？私もそうなんです。お泊まり会で用意したおやつ全部食べちゃって。あらららら。ら、あー、イルカならまあやりかねんな。もう夜遅いし買ってこようか？あー、まあそうやね。こう、ね、女子高生をね、夜遅くこんなね、外に出しちゃいけんけえな。一緒に行きましょうよ。持ちきれないかもしれませんし。持ちきれないほど買うのかな。持ちきれないほどおやつを買い足すのかなと疑問に思ったけど、そこは言わないことにした。まあ大人です。
夜遅くまでやっている居住区のコンビニで買い物を済ませようと思ったが、いやどれぐらいかかったんだろうな。多分イルカたちの分もちゃんと出してあげないとね、こういう時ね、お金は。どうしよう。コーチ、これ持ちきれないです。あーごめんごめん、持ってあげる持ってあげる。本当に持ちきれないほど買うなんてコンビニの店員さんも大変だったろうな。相当レジ通したけ、この子こんなに買うのかみたいな。それはですね、さすがに今から全部食べるわけじゃないですからね。休みに食べる分を貯めておこうと思って。持ちきれない分は自分持つよ。うんね、まあそんなにこうあれだ、無理はしちゃダメだぞ。ちゃんとコーチを頼りなさい。うう、コーチは優しいです。はいね、厳しくってとっつきにくいよりかはかなりいいやろ。うん、ではお言葉に甘えて買っちゃいますね。58,000円になりやーす。ん？え、58,000円。これ、あれかなー。あれ、霧島の、経費で落ちねえかなーなんて多分落ちねえだろうな、これ自腹だろうな。はぁ、こんなに使って大丈夫なんだろうかと思いつつも、持ちきれない分は手伝って夕方寮に帰ることに。コーチ、申し訳ないですけどお菓子部屋までお願いしますね。まあまあそれぐらいはね、うん、それはいいよ。やっほーみんなーで。ただいまー、みんな戻ったよ。てか本当のイルカはパジャマのままコンビニ入ったってことだよな。ああ、まあでもあれかな、こうねえ、そんな都会ってほどじゃないだろうけな、さっきの居住区は。うん、まあね、許容範囲やろ。あ、イルカッチ、おかえり。お菓子ちゃんと買ってきた？うむ、まさか我らが来る前に全て平らげてしまうとは。盟友の欲は底知れぬタルタロスであろうな。タルタルソースって言いそうな感じになり、なったぞ、おい。タルタロスって。なんかウルトラマンの敵だ、そんなんいたけど。そんなに食べないよ。大丈夫っしょ。イルカッチなら一人でこの量も秒じゃん。まるでカービィみたいな言い方やな。さすがに秒じゃ食べれないよ。てかイルカのあれだな、こう部屋もなんかやっぱり可愛らしいね。こう、あ、女の子だなみたいな。てかあれだな、机に置いてあるさのカップあるじゃん。あれ、霧島のロゴついてるね。ってことはあれ、霧島製のマグカップ？
あ、いいな、欲しい。あ、いいな、俺も欲しいな。霧島のマグカップ。さすがに、それはね、カービィじゃないんだからさ。2時間はかかるよ。あと、ちゃんと味わって食べなきゃ。そっちなんだ。こっちのお泊まり会はちゃんと仲良くできているらしい。うん。まあなんかいつかね、こうシオンとかさ、あと誰だろう、まあやっぱミチルとかさ、あの辺も加えてね、楽しくできたらいいな、いつか。そう思ってほっとした気持ちになっていると、4人の服装がお揃いになっていることに気づいた。そうなんだよね、お揃いなんだよね。こう、まあ、イルカがこうデフォルトで、あとはまあ色違いなんだよな。みんな同じ服着てるんだ。そうなんです。本当は私も秘蔵のパジャマを用意していたんですけど。秘蔵のパジャマ？ほう、なんかこう、なんだろうな。秘蔵か。何そのちょっとなんだろうな。こう、露出度が高かったりとか、そういう感じ？そういう感じかな。秘蔵のパジャマ。イルカの秘蔵のパジャマ、見てみたいね。ま？え？あれ、パジャマだったって、まあ？フェミオのコスプレかと思ったんですけど？あ、なんかたまにあるよね、なんか、さ、ディズニーキャラクターのこうさ、こう、着ぐるみみたいなやつで、ね。あるよね、ああいうの。なんかこう、被り物とかもあったりしてさ。へぇ、フェミオくんのコスプレ。あ、なんか、ああ、なんとなく想像はできる。それはそれで見てみたいけどな。なんかガチャピンみたいになりそう。ガチャピンっていうよりかはムックかな。せっかくだから魂を同じくする者同士、装いも同じにしようかと思ってな。てかよく見たらね、なんだね、ソファーのところにフェミオくんのなんかぬいぐるみあるし、ベッドにはあのイルカのぬいぐるみあるしで、うん、なんか、こう、あれだね。ああ、女の子らしいなーっていう。てか、結構綺麗だな。なんかこう、本とかちゃんと整ってあるしさ。キリの家にあったパジャマを持ってきたというわけだ。なるほど。キリちゃん製だったのね、それ。そうかな。さっき、ミナミの私物だってキリが言ってたけど。まあ、そうよね。私物なの？それ、ミナミの。ダークウェーブなのにね。黒じゃないんだなと思って。本当。なんだと。いや、その。コーチちゃんの前だからって格好つけなくったっていいっしょ？実際コーチちゃんはミナミの素を知っているんだからさ。こんな可愛いのはダークウェーブのイメージ的にちょっと。そうですね。そうですよね。これ可愛いですよね。じゃあもうキリちゃんはあれなんだね。こうじゃあミナミ以外のは
キリちゃんのってことなんかな。まあ、色違いのやつで。ね、どこの店で買ったん？ガラテア？あ、そうだ、コーチも一緒にお泊まり会どうですか？ちょっとこう、なんだろうな、向こうの、ねえ、大人のお泊まり会もあるし、こっちの少女のお泊まり会もあるしで、こう、どっち行った方がいいんだろうなーって。いや、いるか？その、なんつうのかな？俺は男だぞ。その、4人もの、こうね、女子高生、まあちょっと南はちょっと、まあちょっと違うけどさ、手出してしまうかもしれないぞよ。大丈夫か？それいいじゃん。どうよ、コーチちゃん。女子会に入って話に花咲かせない？そうだね。人が多い方が楽しいよね。お泊まり会に誘われたけれど、自分の部屋に酔っ払いを待たせている。どうしようかと考えていると、電話がかかってきた。誰だ？どう？ん？もしもし？猫好きさんね、てげな大変なこっちゃなっちゃって、とにかくすぐ行ってきてほしいっちゃが。え、な、この BGM といい、歌いのこのねえ乱れようといい、まさかさ殺人事件。一体、殺されたのは、誰なんだ？あれ？歌屋さんですか？うちでもお泊まり会みたいなことやってて、そうなんですよ。ちょっと二足のわらじをこう吐きそうな感じやな。そうなんですか？それなら仕方ないですね。大変そうだったので早く向かってあげてください。すまんね、イルカ。ほんま。走って、行くといいよ。まあ、近いしな。申し訳ない気もしたが、大変なことになっているって言っていたのは一体どういうことなんだろう。いやー、 BGM の感じからしてこうね、そんなこうね、誰か殺されたパターンだぞこれ絶対。あー、猫好きさんもお泊まり会来てほしかったな。それにしても大変なことってなんだろうね。そうだね。みなみって本当はあんな感じなんだ。いやはや、何のことだか忘れて。いやー、なんかこうただごとじゃないことが起こっているな、うちの方では。さあ、次回ね、誰がね殺されてしまったのか、そしてその
ね、殺した犯人とは一体誰なのか。いや、まあそういう話じゃないと思うけどね。さてさて、ということでね、じゃあやっていきましょうか。Z バトルベリーハードということで、お相手はこの、キリちゃんと、イルカとハヤテと、あ、エレンエレンいたわ。思えばエレンも同じ年だよな。ということは、あのお泊まり会、あのねえ、誘ってくれへんかったわけなんかな。はい、というわけで、じゃあまあね、新しいドルフィンがね、手に入ったので、じゃあご紹介しましょうか。いやー、まさか当たるとは思っていなかったよ。てか今回のピックアップは両方取れたね。ということで、ね、大きめシャツのヘリーさん。いやー、なんかそのなんつーの、なんか今までのヘリーさんに比べると、なんていうか、この表情的になんつうかな、なんかこう、格好も相まって、そのなんか私はこういけないことをしたのかな、その夜の方で。翌朝はちょっとこう、なんかなんつうか、こうそのなんつうのかな、いやー、なんか昨日の夜は楽しかったわねみたいな感じの、いや、まあそういうことはしていないんだけどな。まあでもこんなね、ミサイル背負ってたらね、なんかちょっとこう気持ちもなんか変わっちゃいそうだな。まあそんなことはさておきだ。ダブルチャージガンで、相手ペアか味方ペアのね、 SP ゲージは 10% チャージっていう、まああれね、 SP チャージをね、よくしてくれる感じだな。もう一個は普通のダメージで、SP が、モーニングシャワー、450% のダメージ、相手がブレイク状態の時はよだめがアップ。まあ大抵 SP はね、ブレイクの時にやるけね、モーニングシャワーか、なんかね、ああ、なるほど、そういうことをしたからモーニングシャワーってか。いや、それそういうことじゃないんだろうけどね。で、あの子供には分かれまい。さてでは、ね、このメンバーでやっていきましょうね。ディフェンダーが、イルカ、でユイ、アタッカーがアンリとヘリーさんで、ではスタンバイゴー。ワクワクしてきましたね。おお、暗いな。いや、しかしイルカとハヤテがあれか、セーター着てるんか、セクシーな。さあ勝てるかな、一発で。さてさて、ではどうしようかな。とりあえず、まあ、防御をダウンさせていく方向でいこう。ということで、じゃあまあ、SP チャージと、アンリの、防御ダウン、そしてクリティカルアップ。いけ。支えてあげるわ。はっ。はっ。支えてあげるわ。まあ、初めは大した攻撃はね、与えれんわな。いや、でもなんかこう、女の子にこういうセクシーな、こう、大きい、あの、男性が着るね、シャツを着せるなんて、この、いいことしてくれるじゃないな。さて、じゃあ、イルカの、防御ダウンをする前には、ちょっと一発やっといて、で、ヘリーさんの、スピーチャージ、これで、ブレイク。ちょうどブレイクするぜ。ブレイク入った。てか、このセーター着てるとさ、その、まあ、
あれだよな、その下着はつけてないってことだよな。いやー、めくったらとんでもない素晴らしい世界が待っているんだろうね、なんちてね。では、これでいけい。私に見とれなさい。こういうのはどう？いやー、ダメージ結構通るね。余裕あるよ。これはきついよ。私が決めます。決めてこっちも結構あれだな、ダメージ受けてるな。まあでもなんとかなる、なんとかなるさ。おりゃぶち抜け。ほえへー、やったろうじゃねえか。あらや、ほえへー、らよし、余裕あるよ。あーでもそろそろちょっとこう危ないかな。とりあえず有利の、パワーブラストで10個破壊して、ヘリーズの、まあ、味方ペアだからな、まあいっか。とりあえずこうでブレイクするからこれだ。一瞬だけ本気な。自分の SP チャージもしてくれたらありがたいんだけどな。よし、セカンドブレイク。いけるかな？燃えてきたぜ。ああ、どうせならこっちもセーターにすればよかったかね。そう言いつつ、こうなんか忘れちゃうんだよね。防御ダウン。お、ヘリーさんの技使えるな。よし、じゃあ、こうで。ここで最後はモーニングシャワー。支えてあげるわ。そっち。お、いい感じ。いくわよ。魅了されなさい。なんかこう、いいじゃないの。なんだろうな服装も相まってなんかミチルがやりそうだな、技的に。ダメだ。よしよしよし。素晴らしい試合だ。いやー素晴らしいね。すごいいい感じだったね。うん。いやーヘリさん本当あれだな。ウェーブ属性の分全結構強いじゃん。まあ、やっぱブレイク時にダメージ与えれるのはいいね。はい、というわけでね、今日も、少女と大人、ドキドキの、ね、お泊まり会ということね。次回が最終回やね。いやー、歌えの大変なことになっているとは一体何なのか。いやー、気になるところですね。さてね、ではね、次回のドルフィンウェーブも、見てください。チャンネル登録、高評価、コメント、待っております。それでは、バイニャラー。